ジョージ・ P ・ペレケーノスはアメリカ合衆国の作家、ワシントン・ DC 出身、ギリシャ系アメリカ人、出生地であるワシントン・ DC を舞台とした推理小説を多く執筆する。映画やテレビのプロデューサーやテレビの脚本家としても活動しており、HBO のザワイア、ザワイアを手掛けた。初期の作品はワシントン・ DC 居住のニック・ステファノスという、 ギリシャ人シリーズ探偵の一認証で書かれている。ステファノスが語り手を務めた初期の4作、荘園に消える、友と別れた冬、ダウンバイザリバーウェアザ、デッドメンゴー、シリーズ外の野獣よき場をトゲで成功を収めた後、文体をかなり変えて DC カルテットを展開していった。ジェームズ・エルロイの暗黒の LA4 部作とたびたび比較される。 D.C. カルテットシリーズは、ワシントンの変化を数十年にわたって描いている。現在は三人称で書いており、主役だったステファノスを空き役とし、犯罪と戦うチーム、ソルトペッパーのリミトリカラスとマーカス・クレイを登場させた。2001年には、曇りなき正義の主人公に新たに、私立探偵のデレック・ストレンジとテリー・クインを登場させた。二人は、 2003年にガム州賞を受賞した終わりなき孤独や魂よ眠れにも登場する。シリーズは DC カルテットほどではないもののベストセラーとなり著者も高評価を得た。2004年に刊行した変わらぬ悲しみはではデレック・ストレンジが DC の景観だった若き頃を描いている。また同作ではマイクル・コナリーが二千三年にハリー・ボッシュシリーズの一作、 クラクセなる夜を CD 付きで観光したのを真似て、ペレケーノスも CD を付けて販売した。2005年にはドラマシティを観光。同作では終わりなき孤独で始まったドッグファイトを再び取り上げた。ペレケーノス自身も犬を飼っており、ドッグファイトに関する意見を述べている。2006年に観光した夜は終わらないでは自身を仮面を出演させるなど、 大きな変化を見せた。雑誌メジャーオブポイズンやユージュアルサスペックスや数々のアンソロジーに短編を発表している。ワシントンポストブックワールドやニューヨークタイムズブックレビューなどにレビューが寄せられる。2008年に刊行したザターンアラウンドでは自身のルーツに目を向け物語は1970年代のギリシャのダイナーを舞台に幕を開け現代へと続いていく。ペレケノスは HBO 制作のテレビドラマ、ザワイヤー、ザワイヤーの脚本、プロデュースを務めた。また、ノンフィクション作家や、同作のプロデューサーデイビッド・サイモンと、作家ローラ・リップマンらと、文学サークルに入っている。サイモンは、ペレケーノスの作品を読んで、サークルに勧誘したが、それまでは、ボルチモア出身であることを理由に、彼の作品を読まなかったが、リップマンに、 明日へのちぎりを進められて読んでから考えを変えた。二人はメリーランド州シルバースプリングで幼少期を過ごしたこと、メリーランド大学に通っていたこと、アメリカの都市の行く末と黒人貧困層に興味があることなど共通点が多い。サイモンがザワイヤー、ザワイヤーのパイロットエピソードを届けたしばらく後に共通の友人の葬儀で初めて会った。 2002年にファーストシーズンの脚本家として、スタッフの仲間入り師、プロデューサーのサイモンとエドバーンズによるストーリーをもとに、第12話、新編整理の脚本を担当した。2003年には、セカンドシーズンのプロデューサーに昇進し、第8話、ダックカバー、第11話、悪夢を担当。翌2004年のサードシーズンでは、脚本家とプロデューサーを兼任し、第4話、 ハムステルダム第11話、落としどころを執筆した。サイモンはペレケーノスとの共同で第9話、スラップスティックを担当した。二人の共同脚本である第11話、落としどころはプライムタイムエミー賞テレビドラマ部門にノミネートされた。サードシーズン終了後、小説夜は終わらないの執筆に専念するため、プロデューサーを退いた。 エリック・オーバーマイヤーが公認のプロデューサーとなった。2006年、フォースシーズンでは脚本家としてのみ参加し、第10には己の恵みを持つ者を担当した。サイモンは、ペレケのノスがフルタイムで参加できなくなったことは残念だが、夜は終わらないは好きだ、とコメントしている。サイモンも、また、ジッチョホミサイド、エイヤーオンザ・キリング・ストリート執筆のために時間を、 費やしていた。ペルケーノスラ脚本家は2007年度の全米脚本家組合賞とエドガー賞テレビ部門を受賞した。フィフスシーズンで脚本家として戻り、第9話最終版を執筆した。2009年、再び全米脚本家組合賞にノミネートされたが受賞は逃した。ザワイヤー、ザワイヤーの終了後は第二次世界大戦を描いた。 ザパシフィックに共同プロデューサー兼脚本家として参加した。制作に時間がかかったが2010年に放送された。ペレケーノスはミシェル・アシフォードとの共同でパート3を担当した。パート3ではオーストラリアに上陸したアメリカ海兵士団に焦点を置いており強制退去させられたギリシャ人家族なども登場する。このプロジェクトは フィリピンで従軍していた父ピート・ペレケーノスを見つめ直すチャンスとなった。2010年にはサイモンとオーバーマイヤーが制作に携わる HBO ニューオーリンズの新しいドラマトレメに脚本家として参加した。ハリケーン・カトリーナリー最後のトレメの人々の生活を描いた作品である。ペレケーノスは第4話 a t ザ・フット・オブ・カナル・ストリートを担当した。 2006年時点でメリーランド州シルバースプリング郊外のワシントン DC に妻と3人の子と住んでいるニックスティファノスシリーズ DC カルテットデレクストレンジテディークイーンシリーズ編著ありがとうございます